はい、本日はU14 のアカデミーの、北信越の新人大会の決勝ですかね、ちょっと応援しに福井までやってきました。で昨日は、アルイの方行ってきて、日帰り9時間10時間かな、運転して疲れてるんですが、頑張ってやってきました。それでは行ってみましょう。人工芝のピッチが2面あって、まあ、真ん中にこうやってクラブハウスもあって、まあ、結構整った環境かなと。新しい、まあまあ新しめですよね。で駐車場も結構広いんですけれど、北信越の、まあ、いろんなチームが集まっているということで、駐車場はもう満車というか、この近いメインの駐車場は満車です。でもまあ第2、第3、第4となんかいっぱいあるんで、なんとか止めれると思います。で隣には、なんかフェニックス球場という野球場があります。私が応援している虎年の選手たち、ヤマト&奇跡はじめ虎年の選手、北信越のなんか新人大会トーナメント、なんかグループリーグ1位で通過したそうなんで、ちょっとやってきたんですが、ちょっと施設のなんかちょっとわからないので、いろいろ歩いてみたいかなと思います。多分ここのコートかなと思うんですけれど、ちょっと見てみたいと思います。それでは行ってみましょう。の方が A コートで赤色が見えるんで、これが U14 の虎年選手たちだと思います。はい、ヤマトいますよ。スタメンでヤマト出てます。あ、フォワードの子もいます。ちょっと映したらまずいんで、ちょっと座すもん。ここ見たらダメなのかな、邪魔なんで。向こう行ってみたいと思います。はい、前半が終わって、アップ入ってるんで、ちょっと奇跡見つけたので、ちょっと声かけてみたいと思います。気づいてくれるかどうか分かりませんけど。おう、奇跡頑張れ、奇跡頑張れ。うん、気づいてくれました。おー、えぐいショットな、えぐい、シュートえぐいぞ。39番か。おお、おお、どうや、勝てそう？分からん。出れるの？出るの？分かりません。分からん。コーチ次第です。コーチ次第。勝てよ。はい。おー、嬉しいね。声かけてもらってみんな俺のこと知ってるようです。知っとるか。なんかシュートえぐいな、やっぱり体大きいからね、みんな。シュートえぐいです。あ、ヤマトとかがちょっと今、なんか話し合ってます。やばい、えぐいな。おお、39番。コーチ次第で、あのちびっこ、かわいいちびっこもちょっと出れるっていう話なんで。おお、まあ試合中邪魔なんで、ここにいたらまずいんで、ちょっと今だけ。ってるか、これレンズ、これやんな、ここやな、ここやな。よし、おー、ナイス。本当試合中はちょっとね、なかなかドフリーで打つことないんであれなんですけど、やっぱりちゃんと止めたボールとか、このシュート練習はエグいの打ってます。さあ、笛が鳴ったんで、山田あっちか、じゃあ私はあっち行きます。熱い。いや、嬉しいね、なんか声かけられると。それで行ってみます。反対側に熱いけど歩いていきます。後ろ行かないで、後ろ行かないで。
新品です。趣味券なら決める。マジか。やった。バモ。いや残念ながら PK で終わりましたね。3位決定戦あるようなんですが、最後にちょっと言葉をかけて帰りたいと思います。キーパー同士肩叩いてましたね。いいですねこういうの。拍手拍手拍手残念やけど、これも経験のうちやね。さあちょっとどこで会えるか分かんないけど、ちょっとこの後彼らに近づいてみたいと、話をちょっといろいろしてみたいと思います。タイのスコアレスドローから、PK に行って、多分3本外したのかな。4対2ぐらいで PK で、パテオが勝ちました。で3位決定戦にもあるようなんですが、私はこのままちょっと時間もないので帰りますけれど、トラ選手たちとちょっと軽くお話できたらいいかなと思ってちょっと行ってみたいと思います。いた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 。どうや、どうです、PK 止めたかった、もうちょっと止めたかった。1本目な、あれ真ん中やったん、俺横からしわからんかったけど、右飛んで真ん中の足になった。おっと思ったけど、まあしょうがないわ、しょうがない。トップはどうですか、ちょっとトップについてどうですか。トップは、確かに。やっぱあれやね、トップキーパー全然声出しとらんからな。君出しとったもんね。で3位決定戦もあるんけ。何時？ちょっとさすがに俺も行かんない。そっか。最後シミケンも外したしな。外したっす。もうしょうがないな。もう戻らない。多分戻らない。じゃあ次の動画で。じゃあ次の動画で。まだね。帰るわ。ありがとう。はい。本当はいろいろ、こっちに手を振ってくれた選手がいっぱいいたんで、いっぱいというかまあ何かいたんで。その人たちとか、まあ、これまでもちょっといろいろ関わったというかやり取りした選手もいたんで、みんなとお話したかったんですけれど、まあ、この後すぐ3位決定戦があるそうなんで、ちょっとそういう時間がないということで、私の方もちょっと、まあ、ここ福井県ということで今から帰らなきゃいけないので、まあ、昼飯も食べてないので、どうか昼飯食べて、石川県の方に帰りたいと思います。U14 のトラ選手たち、今後も追い続けていきますので、また次の動画もよろしくお願いいたします。それではまた。